はい、皆さんこんにちは、あきです。で今回なんですが、先日僕が購入したクロームのこちらの、アーバン EX リングっていうボディバッグの紹介をしたいと思います。でスリングバッグっていうのがおそらくボディバッグのことかと思いますが、まあ前ではあまり使わないと思うんですが、主に後ろで、このようにしたりして、使うものかと思いますが、仮にですねこういうバッグとか持ってて、こういう風に前で使うこともできます。で実際これ僕もたまにしてますけど、特にですねこれ疲れたりはしないで使うことできてます。はい。で主な用途としては、僕は iPad Pro 12.9 インチモデルをですね入れるためにですね購入しました。でなかなかこの 12.9 インチを入れることができるボディバッグってなかったんですよね。で見事ドンピシャにこのクロームのバッグがですね入りました。でこれ iPad なんですけど 12.9 インチですね。でこれが難なく入ります。でなんなら MacBook の13インチモデルも入れることは可能ですね。はい。ただですねこちらのバッグちょっと物入れすぎたらおそらく疲れてくるかと思うんで、やっぱそこそこのものしか入れない方がいいかと思います。で僕主に入れてるのが、まあ、iPad Pro とその他の、バッテリーとかですね、そういう小物しか入れておりません。はい。あとはこちらのバッグがですね完全防水みたいなんですね。で先日雨の時に30分以上自転車乗ってこれ、を使って雨の中走りました。結構激しい雨だったんですけど、中見たら濡れた傾向は見られなかったんで、おそらく防水性能ってすごい高いんじゃないかなって思います。でこの後ですねちょっとその完全にですね水に10分ぐらい沈めて水入ってこないかっていうテストもしたいと思います。ではちょっとバッグのですね、収納力っていうのをちょっと見てみましょうか。はい。ではバッグに物を入れていきたいと思います。で中ですね開くとこんな感じになっておりまして、サイドにですねちょっと小物を入れるスペースがあります。ボールペンとか入れるところと、あと比較的大きい、スペースポケットですねありますね。でまず iPad Pro 12.9 インチ入れますね。でこれでまだまだスペースがあるんで、ここでこの Amazon のちょっとハードケースですねちょっと入れますね。はい。これでもまだスペースはある感じですね。でここにですね、バッテリーとちょっとしたものを入れて、まあ実際このぐらいですね入れることができるのは。あ、もっと入れれるんですけど、ちょっと入れすぎたら重くなってしまうんでちょっと背負うのが辛くなるかと思いますんで、これぐらいがですねベストかなって思います。でちょっとここで一応 MacBook も入るかどうかやってみましょうか。入りますね。でこれでちょっと着陸します。はい、入りました。あとはここにちょっとしたものを入れることができるスペースがありますので、こんな感じになります。はい。ファスナーはちょっと力入れなきゃ、締めにくいですね。なんでファスナーを締めるとき開けるときはちょっとこの紐のところを持ってこういうふうにやった方がいいですね。ファスナーのところを掴んでやるとちょっと力がいるんで、こっちもそうですね、これだけ、これを、紐を持って締めた方がいいです。はい。で後ろは
こんな感じになってますね。ここにパッドがありますね。ここはこういう風に繋がってますと。なんか U 字ロックとか入れここに入れたりするのかな。はい、こんな感じです。あとは、横の幅がですね 95mm なんで、ここが確か 9.5 センチぐらいですね。でこれでこういう風に締めることできますんで、そしたらこうしっかりギュッとなります。こっちも、うん、こうなりますね。ちょっとコンパクトになったりします。はい、というわけで次にこのようにですね、防水テストを行ってみました。実際行ったのが、容器に水をためてその中にバッグを沈めるっていうことと、次にバッグの中に水を2リッターぐらい入れて水漏れがないか検証ですね。で最後にバッグの中にトイレットペーパー2つほど入れて3分間シャワーに当てるっていうことをしました。で結果はですね、どれもダメでしたね。まず1つ目の、容器に水をためたテストはですね、チャックをきつく閉めても少しどうやら隙間ができるようなんですね。でおそらくここから水が浸水したと思います。はい、次に2つ目なんですけど、バッグにですね、水を2リッター入れてみましたら、バッグからですね、水は漏れなかったんですけど、傾けると、ファスナーの内側から水がちょろちょろ出ることを確認しました。あとは先ほどの、検証テストを行ったように、チャックのところに少し隙間あるんで、まあ、漏れますよね。はい、で最後に、シャワーを当てたテストなんですけど、もうこれがですね、ちょっと残念な結果になりましたけど、中のトイレットペーパーの一部が大きく濡れていたんで、ですね、3分間シャワー結構強めに当てることになるんで、おそらくちょっとずつ水が入ったんじゃないかなって思います。はい、というわけで今回はクロームのボディバッグアーバン EX リングのご紹介でございました。防水テストして水は入ってしまいましたが、実際僕自転車乗って雨天時にですね、結構強めの雨天時にこれを使って乗りましたが、その時は特に水の侵入っていうのはなかったです。ただやはりその電子機器 MacBook Pro とか iPad とか持ち歩くのであれば、そのもしもの時のために水から保護するものをつけてこちらのバッグを使った方がいいかなとは思います。はい、というわけで今回はアーバン EX リングのご紹介でございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。